画面の前の皆さん、どうも、ゆうきと申します。頑張れ動物、いや、頑張れ動物の森じゃない、集まれ動物の森、あつ森、本日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、いつも配信でやってるんですけど、なんとですね、うちの、まあ、ライバル、ハムスケと呼んでる、ハムスケというね、ハムスターのキャラクターがいるんですが、そいつがね、お誕生日なので、撮影していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日は住民のハムスケさんのお誕生日でもありますって言ってるんで、これは間違いないですね。5月30日はハムスケの誕生日らしいです。おめでとうございます。では、本日も楽しい一日になりますように。なあ、俺、誕生日を迎えるのが初めてなんだけど、住民の。どういう感じなんだろう。なんか、街が盛大に。なんだこの格好。あ、なんか来てるな。あ、俺、ミュージック頼んだからな。あ、なんかマーガレットから来てるな。ちょっと待って。音楽と、大好きな本に囲まれて暮らすのが子供の頃から夢なんですよ。図書館に住むのは無理ですけど、もしも住んでいいよって言われたら結構真剣に考えちゃいます。あ、これみんなには秘密ですよ。マーガレットより。どうでもいい秘密ですね、これね。豚のキャラクターなんですけど、こいつはね、本当にね、週に3枚ぐらい手紙送ってくるんですけどね、一回も返したことないですねさあ、ちょっと待って、これハムスケの家に行ったらもうなんか起きんのか。あれ、もうハムスケの誕生日だぞ、お前。何やってんだよ。行ってみる、これ。どうなってんだろう。ここがハムスケの家です。なんか変わってんのかな。特に音楽的なものは一緒でしたね。外の。おー、なんだこれ。おー、誕生日会やってる。すごい。これ俺、この帽子見たことあるぞ、ケーキの帽子。雑貨で。すごいな。踊ってる踊ってる。だ、お客さん一人しかいない。おう。ハムスケくんだよ。僕頑張って盛り上げちゃうんだ。おう。この2匹仲いいんすよね。なんかパッチとね、多分相性がいいみたいで。うん。なのです。すごいな。楽しそうだな。おお、マブダチのお前が来てくれただけで、おいら感謝だぞ。ついでにプレゼントとかあったらもっと感謝するんだけどな、ハム。ちょ、忘れ、ごめん、忘れちゃった。忘れちゃったよ。ちょっと待って。ごめん、忘れちゃった。ごめん、マジか。おお。しょうがない。ちょっとプレゼント買いに行こう。ちょっとなんかすごい、このなんか。すごいな。これ終わっちゃわないよね。大丈夫か、これ。終わっちゃったらどうしよう、これ。じゃ、プレゼント買いに行こう。この中に急になんかなんかね、お見舞い直前でお見舞いの品買うみたいな感じでやだ。あれ、あ、そうか、土曜日か、今日。お、いや、違う、いつもの歌だ。ハッピーバースデー的な歌歌ってるのかと思ったらいつもの歌でした。ちょっと待って、相手持てるよな。持てるな、オッケー。何を買おうかな。たぬき商店。今日せっかくだったら新発売のものをあげたいですよね。たぬき商店？どうしようかな。あいつこんなの使わないな。筋トレがね、好きなんですよ、あいつ。だから、戸田の商品で、とりあえずね、ラッピングがあったと思うんで、それ、あたたたたた。よし、これを1個買って、1個。はい、ラッピングペーパーを買って、やっぱ服屋行くか。仕方ない、服屋行こう。服をあげよう。よし、服のね、服のプレゼントにしましょう。ただね、多分スポーティー系なんですよね、多分ね。筋トレが趣味なんで、今まで挙げた中でやっぱスポーティー系を喜んでるイメージだったんで、あ、開いてねえじゃん、これ。いや、開いてねえわ。ちょっと待って。何時今？あと30分くらい開いてないよ、俺。今、これね、朝8時半撮ってるんですよね。まだやってるかな？まだやってるか見ていこうか。ちょ、確認だけしていこう。まだやってるか。終わっちゃってたらどうしよう。次入ったら普通の家戻ってたりして。終わっちゃったりして。あ、やったやったよかったよかった。よかったよかったよかった。よかったよかった。まだやってたわ。よかった。
おお、まだやってたわ。でもまだ、なに、お客さん一人しか来てないな。ちょっと待ってくれな。楽しんでて全然あれだわ。家に、逆に家にあるか。家にあるか確認しに行くか。家に何かあげれそうなものがあるんでしょうか。まあ、物で溢れ返っているからな。ちょっと待って。なんかいらない服あったかな。着そうなやつ。あ、サイクルジャージとかこの辺だな。でもあいつ赤い服ばっか着てんだよな。どれがいいかな。あ、これいいな。バスケシャツ。好きそうだな。これいいっすね。これにするか。これの青。これにしよう。あんま青を着てるイメージがないんで、これにします。バスケシャツ。これを、包む。バスケシャツ。お、できました。よし。じゃあこれ渡しに行こう。なんかね。古着を即席で渡しに行くっていう。しょうがないですよ。よし。なんか、もっと、おい、誕生日だぞ。何やってんだ、お前ら。とりあえず、じゃあ、俺だけ先に渡すか。よし。バスケシャツは喜びそうですね。さあ、とりあえず、ちょっと一旦、バスケシャツを。はい。まだ受け付けてるぞっつってもらう気満々じゃんこいつ。よし、じゃあ持ってきたよ。じゃあこれ、はい、プレゼント。お誕生日おめでとう。おお、開けるか。へへ、なんだろうっつってる。お、バスケシャツなんか。お前分かってんなっつってる。おお、おお、すごいな。喜んでくれたか。大丈夫かこいつ。着ろよちゃんと。お前一個しか出んだか、それ。ちゃんと飾り付け。なんか、ちょっと質素だなぁ。ケーキがでもあるけど。え、これ時間経つと誰か来んのかな。今日はお前とパッチに祝ってもらって感謝してるぞ。え、なに、パッチと俺しかもらえるの。切なくねえか、これ。おい。おい、ちょっと待って。ちょっと、これ話しかけてくるわ。ちょ、呼んでくるわ、あいつら。散歩してる場合じゃねえだろ。散歩するついでぐらいで来いよな。なんだあいつら。ちょ、待って。タコどこ行った。タコ。いたいた。おい。君と話すの久しぶりだっけ。うん。じゃあ昨日僕がいっぱいおしゃべりした夢の中の君だったのか。せやね。じゃあそんなことどうでもいいんだよ。ハムスケがさ、リアーナ君のお誕生日まで、あと、お前、リアーナ、ちょ、今日ハムスケの誕生日だっつってんだよ。なんだこいつ。なんだこいつ。あ、そうなの？近いんだ、リアーナも。そんなことより、お前、今日誕生日の人いるんだけど。なんだこいつ。なんだこいつ。天然か。天然だな。おい、おっさん。お前、おっさんなんだか、ちょっと。おごめんな、ちょっと最近。ああ、すまんすまん。最近ちょっと話してなかったかも、お前と。おう、どんなようなんだい。ハムスケが誕生日だぞ。そういえば明日はハッピーホームアカデミーの採点発表がある。どうでもいいぞそれマジで今。おう、いやいや、いや違う違う、いや、どうでもいい。自分の話してる。ナルシストかお前。どうなってんだあれ。ちょっと待て。こんだけだっけ。うちの島民はこんだけのはずないんだから。あ、いた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 。なんか座ってるやついたぞ。おい、ギャル、お前好きそうじゃん、ああいうイベント。おう、みんなでワイワイするのも大好きだと。だけど一人でぼーっとする時間も好きなんだよね。あ、ダメだ、ほっとこう。これは なんかあったんだ。これなんかあったな。これしょうがねえわ。ちょっと待って、これ時間が経ったらあれかな、みんな行くのかな。ちょっと時間経つの待ってみるか、少しだけ。おい、相変わらず二人だな。クラッカー買ってきたぞ。誕生日
あれ今年、この1年の目標は腹筋を10個に割る。バゲモンやんけ。行くぞ。誕生日、おめでとう。あ、ちょっと、あ、これ火つくんだ。消しちゃった、ごめん。誕生日、おめでとう。いいねー。撮影する？撮影しよう、せっかくだし。こっち向いて。ちょっと、ハムスケ、ハムスケ。そうで。ちょ、うまくいかないな。ちょ、ハムスケ。ハムスケ。ちょ、歩きまでね、あんまり。よし。ハムスケ、こっち向け。よし。誕生日、おめでとう。あ、ちょ、待って、枚数が。おめでとう。お、いいわ、今のいいね。ふう、かわいそうだな、二人でな。他のやつ来ないんですね。なんか、全員来るわけじゃないんですね、これね。仲いい住人だけ来るみたいな感じなんですかね。まあでもまあ、今日はね、これで、三人でね、お誕生日を祝った。ベビーカステラみたいだな、お前、色合いが。頭がベビーカステラみたいだわ。ね、祝ってあげたいと思います。それではね、そんな短い動画でしたが、今日はね、集まれ動物の森、ハムスケがお誕生日でしたという動画でした。また次回もね、ぜひこういうことがあったら、次はリアーナなんですけど、リアーナの誕生日も撮れたら撮りたいと思います。どこでさ、一人も来なかった場合どうするの？超切ないんだけど。ほい。ほい。おめでとう。いいね。ほい。いいね。じゃ、クラッカーパーンってやった時に撮影したいね。写真カメラ向けてるとできないからな。この蚊の鳴いたような歌は何なんだ？歌声は。ふんふんふんってのね。角っち言っちゃった部屋の。部屋の角っち言っちゃったよ。ほい！おー、取れたかな今の。流れちった。はい。ということでね、また次回、ぜひ、集まり動物の森はね、配信の方でもやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様でした。またね。お誕生日おめでとう。かわいいなぁ。まあよかったわ。一人でもな、仲いい奴がいて。チビとチビなんだな。まあうちチビが多いからな、うちの島な。楽しそうでよかったわ。よかったな。ちなみにお前いくつなんだよ。